1位2位が揃った演技だけでもあー分かるわーってなってくれるんですけども、3が揃うことによってうわその発想なかったけど確かに分かるわどうも平田です。さあ今日もやっていこうと思います。今日はですね、いい演技の特徴3選についてやっていこうかなと思います。声優の養成所や声優の専門学校で同じセリフ、同じ台本をやっているのにもかかわらず、この人の芝居いいなって思う人もいれば、見ていてめっちゃ退屈なんだけど、みたいな人いると思います。同じセリフ、同じ台本をやっているのに、どうしてこのような違いができてしまうのか。それはですね、いい演技には、これから紹介する3つのものが入っていて、下手な演技、退屈な演技にはそれが入っていないからなんです。もうすぐ各養成所専門学校査定の時期だと思います。皆さん一生懸命頑張ってるとは思うんですけれども、でも改めて自分の演技にこの3つは足りているのかを再確認して、もう1段階ももう2段階も上の演技ができるようになって、査定に臨んでもらいたいと思います。そしてこれから声優の養成所専門学校に通う子は先にこれを知っておいて、あ、演技ってこれが必要なのねっていうのを予習しておきましょう。そしてライバルたちを出し抜いちゃいましょう。このチャンネルでは本気でプロの声優俳優を目指している子たちに向けた役に立つ情報を発信し続けています。本気でプロの声優俳優になりたいぞという人は最後まで見ていってください。そしてこの動画がためになったなと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは本題に入っていきましょう。いい演技の特徴、まず一つ目は共感です。いい演技は見るとすごく共感できるんです。ああ、その気持ちわかるわかる、人ってそういう時そういう風に辛くなっちゃうよねとか、そんな風に言われたら照れちゃうよねっていうように共感できるものになってるんです。この共感がないと見ている人はしらけます。いやいや、そんな人間いないよ、人はそんな時そんな風に感じないよ、そんな言い方しないよっていうものがあると、見ている人は一気にしらけちゃって、その瞬間その芝居を見る気が失せてしまうんですね。なので一つ目の特徴としてはこの共感があります。じゃあどうしたら自分が演じた時に人に共感してもらえるようになるかなんですけれども、日頃からこれら2つを心がけてください。1つ目は人間観察をたくさんしてください。あ、人ってこういう時こういう反応しちゃうんだ、こういう時こういう感情になっちゃうよねっていうのをたくさん知ってください。このデータ量が絶対的に必要になってきます。そしてもう1つはコミュニケーション能力を上げてください。人と深いコミュニケーションができるようになってください。演技はコミュニケーションの芸術です。日頃から他の人との関わりが薄い人、浅いコミュニケーションしか取っていない人に演技の時だけ深いコミュニケーションをしろって言っても無理なんですよ。物語の登場人物の関わり方ってめちゃめちゃ濃密なんですよ。だからめちゃめちゃ仲良くなるし、大喧嘩するし、大恋愛に発展するんですよ。それをできるようになるには日頃から深いコミュニケーションをするというのを心がけましょう。まあ、深いコミュニケーションって言っても、まあ、よくわかんないと思うんですけれども、自分の周りを見渡して友達が多い人とか、クラスの人気者とか、人からすごく信頼されている人のコミュニケーションの取り方をよく観察することで深いコミュニケーションというのが分かってきます。2つ目の特徴は感動があります。いい演技は見ていてドキドキワクワクするんです。この感動、ドキドキワクワクがないと人は速攻で飽きます。たとえ一つ目の共感、ああわかるわかるっていうのがあったとしても、その物語にドキドキワクワクがないと人は5分も持たないです。だって世の中には無数の娯楽があるんですから、わざわざあなたの演技を時間とお金をかけて見る必要がないからです。つまんない演技見るぐらいだったらチャンネルを変えたりとか、自分が契約しているサブスクで好きなものを見たりとか、他にもゲームもあればカラオケもあるし、ゲームセンターもあるし、外行って体を動かすこともできるんです。こんな娯楽が溢れている中で人はわざわざつまらない感動しない演技を見てはくれません。人が演技を見るのは感動したいから見るんです。心を動かしたいから見るんです。じゃあどうしたらあなたの演技の中に人を感動させるような要素を入れられるかなんですけれども、それを入れられるようにするにはこれをしてほしいと思います。まずちゃんと台本を
読み解いて、あなたが演じるキャラクターの目的を見つけてください。物語の登場人物、主要人物は必ず絶対に達成したい何かが存在するんです。何が何でも達成したい何かがあって、それを達成するために一生懸命になってるんです。なので自分の演技で人を感動させたい、心を動かしたいと思うのであれば、役の目的をちゃんと見つけて、物語の登場人物と同じようにその目的を手に入れるために必死になってください。セリフ一つとってもそうです。このセリフを言うことによって、目の前の人をこうしたい、こう変えたいというのがあるんですよ。そのために一生懸命になってください。なんとか相手に自分の思いを伝える、これに一生懸命になっていくと、人の心を動かす、感動できるような演技ができるようになります。さあ、いかがだったでしょうか。この1と2結構ね、おろそかにしている人多いです。プロになれる演技をしている人はこの1と2が必ずあります。ただこの1と2があれば、うまくいけばプロになれるし、うまくいけばそこそこ仕事もらえるようにはなります。でも皆さんはそこそこ程度で終わりたくはないですよね。目指すはやっぱり一流ですよね。一流の表現者は次の3つ目を持っています。じゃあ3つ目は何かっていうと、個性があります。その人らしさみたいなものが演技の中に入ってたりします。この個性がないと、あなたである必要がなくなってしまうんですね。似た声の別の人にとって変わられる可能性がめちゃめちゃあります。でもこの個性があれば、唯一無二の存在になっています。養成所や専門学校でもね、こんな風に言われる人いません？いや悪くはないんだけどなーとか、下手ではないんだけどなー、これ言われちゃう人多いと思います。そういった人はね、この3つ目のね、個性が足りてなかったりします。とはいえ、この自分の個性がわからないで悩んでいる人多いと思うんですよ。自分には個性がないんじゃないかっていう人もね、いるぐらいです。あ、でもご安心ください。個性がない人は存在しません。ただ、自分の個性に気づいていないとか、自分の個性を伸ばしきっていないだけで、個性がない人は一人も存在しません。じゃあどうしたら個性が出るようになるのか、これ皆さん知りたいですよね。個性が出るようにするには、これがまず必要です。まずは、自分を知りましょう。自分が何に喜んで、何に涙をして、何に怒りを感じて、何に感動するのか、これを知らないことには、自分という説明書を知らないことには個性を発揮することはできません。なので自分をよく観察しましょう。そしてさらにそこから自分の好きを見つけましょう。自分は何が好きなのか、なぜ好きなのかを言語化できるようにしましょう。なので自分の好きなものとか好きな理由を紙に大量に書いていくといいです。これを掘り下げていくと、あ、自分ってこういう特徴があるんだっていうことが自然に分かってきます。特にこの好きを知るのがめちゃめちゃ重要です。この好きが分かるようになってくればくるほど、あなたの演技に個性が出てきます。でもなんで好きを知ると個性が出てくるのと思う人いるかもしれないんですけども、もうプロの人なら分かると思うんですけども、演技って皆さんが思っている以上に演じ方の選択肢って無数にあるし、自由なんですよ。泣く一つとってもいろんな表現の仕方があるんです。じゃあいろんな表現もある中で、どの演技を選ぶかはあなたの好みなんですよ。どれが好きかなんです。その好きの集合体で出来上がったものがあなたの演じ方なんですよ。だから自分の好きがより明確に分かれば分かるほど、あなたの好きがめちゃめちゃ演技に反映されてくる。つまりあなたの個性がめちゃめちゃ反映されてくるんです。なので好みイコール個性と思ってもらっても間違いありません。なので自分という人間を知って、さらに自分の好きなものをたくさん知っていけばいくほど、自然とそれがあなたの演技にも反映されてきて、個性的な演技ができるようになってきます。1、2が揃った演技だけでも、あー分かるわーってなってくれるんですけども、3が揃うことによって、うわその発想なかったけど確かに分かるわ、そういうやついるってなるから、より見ている人の心に共感と感動を与えるものになるんです。そういう演技ができるようになると、あなたは唯一無二の存在になってきます。なので自分が演じるときにちゃんと共感と感動と個性、これが揃っているかを今一度確認してみてください。で、弱い部分があったらそこを補強していって、プロの声優、俳優を目指していってください。
はい、いかがだったでしょうか。演技をやってる人の多くが、演技って難しいな、どこから手つけたらいいんだろう、何がいい演技で何がダメな演技なのかって分からないで悩んでいる人多いと思うんですよ。なので僕はね、このチャンネルを通してできる限り演技っていうものを分かりやすく解説して身近なものにしていけたらなと思ってます。そして本気で頑張っている人の手助けができたらなと思っています。はい、最後に告知があります。僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレーターミュージックスクールというのがあるんですけれども、現在体験レッスンを行っております。これからね、査定を控えていて、ちょっとでもそれまでにレベルアップしておきたいぞっていう人や、養成所とかに入る前に少しでも一歩でもライバルより先んじておきたいという人がいましたら、動画詳細欄や概要欄の方から僕のスクールチェックしてみてください。演技経験の有無は問いません。本気でプロの声優俳優になりたいぞという強い思いさえあれば、誰でもお待ちしております。そしてもう一つ、僕日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。そちらではですね、2週間に1回隔週月曜日に、無料のトレーニング動画を配信しています。友達登録してもらうだけで誰でも見られるようになりますので、もし興味のある方は日向翔吾の LINE 公式アカウント登録しておいてください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。